はい、乙女座の皆さん、こんにちは、夏樹です。前回から YouTube を始めさせていただいたんですが、温かい高評価やコメント、それからチャンネル登録の方もすごくたくさんの方がしてくださって感謝しております。これからも頑張って続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。では2024年8月前半の乙女座さんのリーディングをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。私は聖地と逆宇宙を読みますので、ひとまずシャッフルをカットなしで入れているんですけれども、タイムスタンプをご用意してますので、リーディングからご覧になりたいという方はそちらから飛んで好きなところからご覧ください。はい、では乙女座さんの8月前半見ていきたいと思います。まず現状を見た後に、全体的な総合運、仕事運、恋愛、人間関係の順番に見ていきたいと思います。ではまず乙女座さんの現状ですね。なるほど、もしかしたら何か
新しいことを始められたりスタートされたりして、すごくフレッシュな、ね、気持ちで今着手されている方が多いのかなと思います。少しねこう意気込んでた勢いみたいのもいい意味でなくなって、肩の力が抜けて、自分のやりやすい方法とかが分かってきた上で、少し楽しめているのかなという感じですね。何かとても今までとは全く違うものか、それか続いて今までのね経験に関連しているものかもしれませんけれども、とてもフレッシュな気持ちで新鮮さをちょうど楽しめているところなのかななんて思います。いいですね。結構準備に時間がかかったりとか、こうねちょっと楽しいなって思うまでに少しこう腰が重いと思えなかったりするものですけど、やっとこうちょっとねやり方も分かって楽しい感じ、乙女座さんなりのこうやり方がまたちょっと自分の中にちゃんとハマって、新しいものがこうより今新鮮な気持ちとともにうまく流れていってるところなのかななんて思います。いいですね。この勢いが止まらない感じもいいと思いますし、そのねちょっと意気込んでた力んでいた感じが抜けて、やっとちょっとね乙女座さんのものになってきたのかなっていう感じがします。はい、では、8月の前半の運勢見ていきたいと思います。なるほど。少しね今始められていることだったり、新しいことだったり新しい環境だったりに真剣にこうちょっと取り組んでいくような流れになるかもしれないですね。少し考え方思考がしっかりしてきて、実際こういうものを伸ばしていくにはどうすればいいかとか、まあこういうやり方も方法としてはありかなっていう、いろんなことを考える時期になりそうです。でもそれは結果的にやっぱり豊かさを生みますので、乙女座さんなりのこうね真面目な分析とかコツコツ堅実にやるっていうのがねまた実を結ぶような時なのかなと思います。まあね、ちょっと正義感とか世間体的にこうやるのは良くないかな、でもこっちの方が効率良くないみたいな方法とかもあれば、それを取るのも全然手だと思いますし、結果的にやはり頭の回転が良くて賢い乙女座さんなので、割とこう早くにね大きな価値として生み出せるんじゃないかなと思いますし、その大きな価値みたいなのもね自分の中ですごく自覚するようなことがあるかもしれないです。これをやっていけば絶対に大丈夫だなっていう確信みたいなものが結構早い段階から備わってくるんじゃないかなと思います。いろいろとこう真面目に取り組んで考えることがあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと必要な時間だったりねそれはするのかなというふうに感じますね。この思考している考えとかこの期間が今何を教えてくれてるのか聞いてみたいと思いますね。すごい3のカードが出てきました。やっぱり豊かになっていくんですよね。まあ、物質的な価値とか、まあ、それは売上とかかもしれないですし、心の豊かさにつながるかもしれませんが、やっぱり全体的にね生活を底上げしてくれるような豊かさにつながっていくと思います。物理的だったり、まあ、心だったりっていうのがやっぱりこの後ね両方開けていくんだと思うんですよね。そこにつながるためにやっぱり今思考したりとかそういう時間っていうのはとても大事な時期だと思いますし、乙女座さんなりに考えている考え方とか結果っていうのは決して間違ったものにはならないと思います。いいですね。ちょっとオラクルカードからももらってみたいと思います。
コンシャスネスというカードが出てきました。意識的にということですね。もうまさしくその通りですやっぱりその未来とか目標とか、やっていることをどう良くするかとか、今後のね売上の推移とかこれからのビジョンに対して明確にこう答えが導き出していけると思うんですよね。賢い星座さんなので、ねやっぱりそれを変わらず意識的に日々行うことでこの3のカードにつながっていきますので、ぜひこの2週間大事な思考の時期にしてみてください。はい、ではお仕事見てみたいと思います。お仕事結構忙しくなりそうですね。結構タスクがたくさん乙女座さんにかかってきそうですし、それもねでも周りに人がいるような感じがするので、みんなと分け合いながら仕事をこなしていけるっていう風にも読めますし、皆さんもちょっと頼ってくるっていうところもあるかもしれないですね。結果的にちょっと8月の前半忙しいかもしれないですけど、ちょっとねこの後お盆とかもあるので、その分を今のうちに片付けるという意味で少しちょっとお仕事のねウエイトが重くなってくるかもしれませんが、そうですね。でもみんなワンドのカード、仲間と協力することをちょっと忘れずに、そうするとこうちょっと重たいお仕事とか重たいウエイトの量に対して、こうちょっとやる気を絶やさず入れるのではないかなと思います。ちょっと補足を1枚引いてみたいと思います。ナイトオブカップスですね。さっきこれジャンプしたのでちょっと聖地で撮りますねやっぱり助け船来そうですね。助けてくれたりとか一緒にやってくれる方がやっぱりそばにいそうですし、このねちょっと重たい荷物というか重たいウェイトのお仕事を、みんなで分け合ったり、そうちょっとね手助けしてくれる方がいらっしゃるような感じがします。いいですね。ちょっとお休みを取るってなるとこなしておかなきゃいけない仕事とかも多くなったりはすると思うので、体調面など無理なさらず、皆さんと仕事を分け合ったり声をかけ合ったり、時にはねやっぱり頼るっていうアクションも大事だと思いますので、真面目なね乙女座さんなので一人で抱えすぎないように注意してください。はい、では恋愛人間関係見ていきたいと思います。いいですね。なんか乙女座さんが思っているよりも、ここでもうちょっと自分磨きをしなきゃとか、もうちょっとしてから活動をし始めようかなって思っているよりも先に誰かからお誘いとか、気持ちを打ち明けられたりとか、そんなことがあるかもしれないですね。それによって今までの傷とかが癒えてきそうな感じがしますし、なんかそういったものさえ忘れさせてくれるような新たな出会いがあるような気がします。乙女座さんはちょっとそうだな、あんまりこう思いもよらない感じでそれは突然やってきそうな感じがしますし、今まできっとご自身の自分磨きっていうんですかね、そういうのも大事にされてきた方は、それがやっぱり結構実っていくのかなと思いますね。カップルご夫婦の方も自分だけがちょっと考えて頑張っていたようなことも相手の方も
大丈夫って声をかけてくれたりとか、何かプレゼントのようなものがあったりとか、やっぱね、昔の傷とか、あとは最近嫌だったこととかを忘れさせてくれるようなお相手様からのアクションなんかがあるような気がします。あ、私ってやっぱり一人じゃないなって思うような、少し嬉しい出来事がね、起こってきそうですね。ちょっと補足を1枚引いてみたいと思います。すごいいいですね。豊かになれそう。エンプレスいいですね。やっぱり何かをちょっときっかけがあるような気がするんですよね。このやっぱりハングドマンが一緒に出てるんですけど、この修行の時期みたいのが終わるような合図が告げられる気がするんです。そしてやっぱり豊かになっていく乙女座さんなりにね、自分のタイミングで自分のやり方で、活動したいっていう方もいらっしゃると思いますし、こういう人じゃないと絶対嫌だなっていうポリシーとかも終わりの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そこにふっとね、こう現れて何か気持ちをくれるような、そんな方が現れるような気配があります。いいですね。昔の傷も癒えていくといいなっていう感じのいいカードの出方をしているので、その方とね、もしちょっと最初半信半疑かもしれないですけれども、少し向き合って時間をかけてその人を知っていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。そんな出会いがあった時はね、ぜひその方との関係を少し深掘ってみるっていうのもいいような気がします。もし恋愛関係にならなかったとしても、多分ね、とてもすごく仲良くなれたりとか、豊かな気持ちにさせてくれるような、一緒にいるだけでこう親友みたいに楽しくお話ができそうな感じもするので、ぜひね、新しい出会い、もしこの2週間ぐらいの間に、出会われた方はぜひちょっと関係を続けてみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとオラクルカードからもらってみたいと思いますね。イルミネーションいいですね。この明るいカードが出てきました。光ってますやっぱり結構なんかパーッとその人の現れたその方の周りが光るような目立つ感じの出会いがとてもあるような気がしますね。そういう方と、もし今いい感じの方がいらっしゃれば、向こうから告白してくるっていうこともあるかもしれないですし、デートとか行けるような関係であれば、ちょっとこうイルミネーションということなので、ちょっとキラキラしたような場所に行ってみるとか、これからだったら花火とかね、一緒に行ってみるのもまたちょっと仲を深められていいのかなと思います。カップルご夫婦の方も、きっと今いい感じにお相手の方が気持ちを渡してきてくれそうなので、しっかり受け取って、しっかり2人の仲を深めて、傷も癒してもらって、ぜひね、こういうちょっと明るいキラキラしたところに、あんまりこう遊びに行くっていう機会がない方とかは、ぜひ機会を作って、またそれを2人で共有して思い出を作るっていうのもとてもいいアクションだと思いますので、ぜひやってみてください。では、8月前半の乙女座さんに向けて、こちらのオラクルカードから全体的にメッセージをいただきたいと思います。こちら他の星座さんでも出てきましたね。シャドウミラーというカードが出てきました。ディープフィーリングアンダースタンディングシェアということで、奥のね、深いところまで自分の感情をちょっと探ってみるっていうようなカードです。ちょっとね、
黒くて暗くて妖艶なカードではありますが、まあ仕事はねちょっと忙しくなりそうですが、まあ、少し考えることも多くなってきそうなところなので、自分と向き合って、これに対してはどういうふうにするのがいいのかっていう深く深く追求して考えるっていうのはやっぱりとてもいいアクションになるのではないかなと思います。恋愛はねちょっとこういい出会いがありそうなので、あまり考えすぎず出会いを大事にしていくのもいいのかなとは思いますが、まあそうしている間にもですね、まあ自分と向き合って本当にいいのかなっていうのを自分と内省するっていうのはやっぱり、まあ時間を取るということはいいことなので、ぜひ、そんなお時間が取れそうな方はね、しっかりと自分と向き合うことでまた新たなものが見えてくると思いますし、まあ、そういう思考がね豊かにしてくれるっていうふうにも言っているので、ぜひ内省の時間も大事にしてあげてください。はい、では、8月前半の乙女座さんの運勢のリーディング、こちらで終わりたいと思います。良い時間になりそうなのでね、とても応援しております。また次回も楽しみにしていただけてたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。